栗田さんは何度も安兵衛のルパンを研究しました。ゆだりじりわちゃんと崖から落ちる時も岩に一回足をかけて、あら滑っちゃったとかで、捕まるためにはやっぱりよっ、 ってこうその夜が入ったりで、それが滑ったなんでみたいな、必ずそのなんかアドリブの中をテストかなんかの時に見てて、こうにゃるてめえ、あ、え、うさい、なんだ、こんちくしょ、あっちちちとか、なんかね、そういうのっていうのをね、完全に入れなきゃ気が済まない人なんだと思いますね。だからその辺はね、今一生懸命僕も、いや、まあ、旦那絶対高校に遊ぶだろうなとかね、その辺がすごい素晴らしいセンスあった方じゃないかなと思うんですよね。ゴルフコンペに誘われるなど、栗田さんはプライベートでも生前の安兵衛と親交がありました。僕は山田さんのもちろんルパンが好きで、自宅の留守番電話とか自分でルパンで作ったりね、なんかしてて、そこへ山田さんが噂を嗅ぎつけて、わざわざ電話してくれて、留守番のメッセージの後に本物が入ってたってことありましたけどね。手紙をもらったことがあって、その山田さんが60歳還暦のお祝いのコンペを、その時僕も出て、でお礼の手紙みたいのいただいて、それがね、この間俺の還暦コンペに来てくれてありがとうな、とっても楽しかったよ、お前の還暦コンペには多分出れねえな、だけどまた遊ぼうって、そのカタカナでね、あ、そう思ってね、そういうことを書く60歳って、その頃信じられなかったな。ルパンのようにダンディーで色気のある振る舞い、その奥に潜む仕事に対する信念、声優になるな、役者になれ、安兵衛は口癖のように言っていました。つまり声だけではなく体全体で表現しろということです。絶対に守りたいのは、その山田さんがやってた一番ルパンがテンションが良かった頃のあの声は最低限ずっと真似していこうと思ってますね。こうして声優人気の礎を築いたスターたちの熱い思いは次の世代へ引き継がれていったのです。やはりあのいい映画は分かりやすく日本語できちんと伝えてほしいっていう部分もあるし、そのためにはみんな勉強しましょうねっていうこともあるし、